その昔、この広い北海道は私たちの先祖の自由の天地でありました。早く行け！今こそ！アイヌが来るとこじゃないし、ここは。私たちの祖先は土地を奪われ、言葉を奪われ。しっかり日本語を覚えろ。アイヌ語は禁止だ！アイヌってだけで教育受けることも許されんのですか。私たちの命って。ユウカラはね、口伝えの文学であり民族の歴史でもある。あなたの言葉で書くべきだ。東京行くんか。東京から戻ったら一緒になってほしい。辛く苦しく悲しみ打ち沈み、暗闇さまよい、噛みしめてもどうか忘れないで。